皆さんおはようございます。ラクーです。今千葉県南房総市 JR 千倉駅前に来ております。今日もですね、千葉県一周徒歩の旅、6日目ということで、このですね JR 千倉駅前からですね出発していきたいと思います。今の時刻が6時49分ということで、ついにですね日が昇っている時間になっております。今日はですね、鴨川の方へ向かってですね歩いていきたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、早速出発していきたいと思いますけども、この間ですね、結構暗かったのでちょっとね見えなかったんですけども、こちらですね観光案内図ということで、今いるのがですね、ここですね、千倉ということで現在地となります。でここからですねちょっとですね、こちらの方の海沿いに出てからですね、北上の方ね、していきたいと思っております。こちらですね広域の、地図となっておりまして、鴨川の方にですね向かってですね歩いていきたいと思います。では屋外ウォーキングの方始めていきたいと思います。ではですね出発します。はい、ということですね、千倉駅をですねこちらの方まずはですね、海沿いにね出たいと思います。5日目はですね完全にですね暗くなってしまったので、ここら辺がですねあまり、よくね、見えなかったんですけども、朝はですね、こういうふうにですね、見ることができてよかったです。JR の千倉駅もですね初めて降り立ったので、こういうふうなねところも、ね、結構ね新鮮だったりします。5日目は、立山駅からね千倉駅まで歩いてきたんですけども、ちょっとですね、内房線がその自分が歩いているところからですね結構ね離れているところにあったので、もうどうしてもですねこちらの JR 千倉駅まで、ね、来なきゃいけないということですね、ちょっと暗くなってからもちょっと歩いたということもあったんですけども、結構ですね立山あたりですね、時間を使ってしまったということもねあったかなと思ってます。でですね今日はどこまで行こうかというとこなんですが、まずはですね阿波鴨川方面に向かってですね歩いていって、まず第一目標としては阿波鴨川かなと思ってます。でもしね時間があればさらにですね先の天津小湊方面までね行きたいと思っています。さすがに勝浦まではね多分今日中は無理なので、少なからずですねまず阿波鴨川で、それでですね時間があれば天津小湊というような感じですね、進んでいきたいと思います。で今日ですね今収録しているのが12月7日なんですが、結構ですね暖かい朝ですね。確か4日目の朝もですね結構暖かかったんですけども、今回もですね結構ね暖かい朝を迎えております。東京では確かね20度近くなるということで、もうね12月の上旬ではあるんですけども、20度まで行くというはね、結構暖かくなるような、予報ということになってます。でですね今、ちょっと、曇りがちであるんですけども、こちらの空はね、晴れてます。なので、今日の天気はですね、晴れ時々曇りみたいな、天気予報になってましたので、今日もね結構晴れてて気持ちよく歩けるのかなと思ってるんですが、ちょっとね気になる点がありまして、今日はちょっと風がですねちょっと強い予報ということになってまして、4日目もね強風オールバック状態でね歩いたということがあるんで、その二の舞にならなきゃねいいかなと思ってるんですけども、そこら辺もですね、含めて、徒歩の旅の醍醐味かなとは思っております。ではですね今ですね海岸の方ね歩いていますので、今日もね一日頑張りたいと思います。はい、今ですね、ちょうど7時になりまして、チャイムが鳴っております。まもなくですね、海の方に、出れます。瀬戸浜海岸というとこかな、そういうところに、出れます。で今日ですね実は阿波鴨川の方にちゃんとね車をでね来てってですね、で車の方はですね、駐車場にね入れて、でですねそのですね阿波鴨川の始発でですねこちらのですね、千倉駅にね、来たというような感じになっております。なので、どんどんね、ゴールに従って自分のですね、車が近づいてくるというような、感じになっているんですけども、結構ですね、阿波鴨川まで来るのに、車でもね、結構遠かったりします。立山とかだと、自動車道とかね
あるので、結構ね早く着けるんですけども、こちらのですね、鴨川方面だとどうしても途中から下道になってしまうので、時間がかかってしまうということがあります。こっちの方もなんかね道路はね作ってるっぽいんですけどね、ちょっとね時間がかかるというような感じですね。はい、まもなくですね海岸線に出ます。はい、ということで、海岸線の方に出てきました。はい、こちらですね海岸線になりまして、瀬戸浜海岸というですね、海岸みたいです。ここからですね、いよいよ外房というところで、スタートしました。今までは内房方面をですね歩いてて、で5日目はですね、南房総ですね、南府庁ですね、ずっとね歩いてたというような形になってます。こちらの方ですね、こちらが今までですね歩いてきてた道なんですけども、今回からですね、こちらの方にね、向かっていきたいと思います。もう完全にですね、外房の海ということで、ずっとですね、外房沿いをですね歩いていくというような感じになります。外房は外房ですね、とてもねいい場所がですねずっとね続くので、ちょっとね歩くのがですね楽しみというところですね。でちょっとね、遠くの方をお見せしますと、これからですね行く阿波鴨川とか天津小湊、あとですね、勝浦方面とかね、ずっと見えてたりします。なのでね今日はね、ゴールがずっとね見えてるようなね、感じなのかなとは思ってます。はい、ということで5日目はですね完全にね暗くなってしまって分からなかったんですけども、こういうところですね、朝来て分かって、結構ねやっぱりここもね、綺麗な場所です。はい、やはりね暗いとね全然もうね何をねお見せしているか全然分からなくなりますので、やはりね、日中歩きたいっていうのはねこういうねところがあります。暗いところ歩いててもね、自分はねどこ歩いてるかはね分かるんですけども、映像的にはねただ単にね真っ暗な映像をね映すだけというような形になってしまうので、やはりね、日中ねこういうふうな、しかもね晴れたようなね日にね歩きたいなと思っております。でですねちょっと、太平が見るとですねちょっと奥の方、雲がね多くて、もう日の出の時間はねとっくに迎えてるんですけども、日はですねもうちょっとしたですね、昇ってきそうというか、雲からですね出てくるというような、ね、感じになってます。で千倉はですね先ほど、JR の、ね、駅では初めてというか、5日目ね初めてというような感じで、今日はですね、2回目というような形になるんですけども、明るいところですね、千倉駅見たのはですね、ある意味ね初めてというような形になっています。千倉自体はですね、自分もここら辺は、リゾート地なので、家族と車でね旅行することがあって、ここら辺のホテルとかね、泊まってですね散策はしたことはあるんですけども、こういってですね、電車に乗って、千倉駅に降りて、こういうふうな、考え方を、歩くというのは、初めての、経験かなと思っております。でやはりね外房に来ると、なんと言ってもですね、日の出がね見れるというような感じですね。今日はちょっと残念ながら前の方がですね雲になってしまってて、日の出自体はね見れないんですけども、日が昇ってくるとかね見れるというところなので、外房はね、こういうところがですね、綺麗なねポイントなのかなと思ってます。先日の立山の方ではサンセットということで、日の入りがですね綺麗なところが多かったりするんですけども、逆にですね外房は日の出がですねとてもね綺麗なスポットというところがですねいろいろとあります。ではですね瀬戸浜海岸の方ですねずっと歩きながら、今度はですねどんどんね北上するようなね形ですね歩いていきたいと思います。はい、今ですね海岸線にあるですね歩道をですねこうやってねずっとね歩いてるんですけども、ちょうどですね、景色のいいところに来ております。まだここら辺もですね瀬戸浜海岸なのかな、もうちょっとですね瀬戸浜海岸ね終わるかなと思うんですけども、めちゃめちゃね、景色はね綺麗ですね。まだねちょっとね太陽の方はね、まだ見えてこないんですけども、もうちょっとしたらね、雲からね出てくるんじゃないかなと思っております。まだね風の方はね、強くなくてとてもね、心地いいですね朝の散歩というような感じですね。いや外房の海もね、いいですね。内房も結構絶景続きだったんですけども、ここら辺のですね外房もですね、絶景続きというような、感じなのかなと
思っております。まあ、こちらからだとちょっと奥の方を見ると勝浦とか御宿方面ちょっと見えるかなと思うんですけども、逆にですね鴨川の方はちょっとね出っ張ってるところがあってそこからちょっと引っ込んでますのでちょっと見えないのかなっていうような感じですね。まあ、そこら辺もねずっとね歩いていくというような感じに、ね、なってます。こちらもですね散歩しててね気持ちいいところ で先ほどですね、まあ、家族でね、車でここら辺もねよく来て、まあ、ホテル泊まってるということをですね言ったんですけども、こちらの方にですね、まあ、夢岬というねホテルがありまして、こちらの方ですね、よく宿泊してます。結構ですね、いいホテルですね。で朝は本当に日の出がですね見れるねホテルなのね、めちゃめちゃねいいところです。はい、こんな景色ね、ずっと見れるということですね。まあ、よくですねこちらのですね夢岬さんの方ね利用させていただいております。はい、ということでね、まあ、気持ちいい朝のね散歩がね続いてということで、これね毎回言ってるんですけども本当朝の散歩ねめちゃめちゃね気持ちいいですね。まだ足もね疲れてなくて快調なのでもうね朝の散歩はね病みつきになりそうです。雲からですね日の方も出てきました。まあ、とてもね綺麗だということで、こういうふうにですね日の出を見ながら今ですね朝の散歩をですね楽しんでるということになってます。はい、ということで朝日も昇ってきました。今いるところは千倉町の白子というところですかね、白子漁港というところに来ております。白子というですね地名自体は結構ですね千葉でもねあったりするんですけども、こちらの方はですね千倉町の白子というですね地区ということになってます。はい、ということで朝日に照らされて漁港がですね、まあ、とてもね美しく照らされております。はい、いや本当にね今日もですね気持ちいいね、散歩ができそうです。こちらの方にですね、房州千倉漁港協同組合ということですね、そちらのね施設部がねあったりします。こんな感じのですね、浮きとかもねいっぱいあったりしますね。はい、はい、今ですね海岸線のところをですね歩いてます。こんな感じですね、歩いております。今いるところがですね千歳海岸というですね海岸になっています。でね日も完全に上がってきました。朝日ですね、朝日に照らされてね歩くのは最高ですね。今こんな感じですね。はい、いやめちゃめちゃね、気持ちいい海岸線です。やはりね外房に来るともう先ほどもね、言ったと思いますけども、こういう風にですね朝日に照らされて、まあ、歩くというのがねもう最高なところですよね。内房だとねこういうことないので、やはりこれねは外房のね醍醐味だと思います。外房は朝ねこういう風に歩くのはねとてもね最高なところになってます。もう一回ね前の方をお見せしたいと思います。はい、ということでねこんな風になっててめちゃめちゃ綺麗ですね。いやもう雲からね完全にね、日もね、現れたのでもうめちゃめちゃね海岸線綺麗ですよ。はい、で外房になってくるとねある程度ね波はね高くなってくるんで、まあ、ここら辺からはですねずっとですねサーファーたちがね、いたりします。今日は今のところね、見かけてないんですけどね、ここら辺になってくると、サーフショップとかもいっぱいありますので、皆さんね朝から、まあ、サーフィンをね、楽しまれている方はね結構ねいらっしゃいます。もうこういう風にね結構ね波がね、高いです。やはりもうここになってくると、完全にですね外海になってきますので波はね、高くなります。いやめちゃめちゃ気持ちいいですね。でここら辺もですね、海はですね結構ね、綺麗だったりしますね。はい、で本当ね開放的ですよ。もうね5日目の時もなんかいろいろとね開放的になって叫んじゃったりしましたけども、やはりですねもうここら辺はね、本当に開放的になるような、場所です。ただねちょっとねいろいろとね釣り客はねいらっしゃるので、まあ、大きな声出してもね、まあ、気づかれはねしないかなと思うんですけどね、まあ、最高ですって言ってね言ってもね、誰もね気づかなかったりするんですけども、まあ、ちょこちょこね、
釣り人もいるのであまりねご迷惑にならないようにね歩きたいとは思っております。はい、いやここら辺ほんとね千歳海岸というところなんですけども、ここは私ね初めてね歩いたかな、あの千倉の方の海岸とかね歩いたことあるんですけども、千歳の辺りの海岸はね初めてかもしれないです。いやここら辺もなんか結構、海岸ね広がっててね綺麗な場所ですね。いやこれ徒歩じゃなかったら気づかなかったですね。いつもはもう車で素通りするようなね場所だったりもするので、こうやってね、ゆっくりね、朝の散歩を楽しむのはね、最高かなと思っております。はい、で奥の方にはですね、まあ、これから行くですね町とかもね、見えてますので、まあね頑張ってね歩いていきたいと思います。もうこれ見るとねもう本当にいや気持ちよくね歩けるんで、ずっとね、頑張ってね行けそうな感じがします。はい、それにしてもちょっとね今日は、波ちょっと高いかな、いつもはこのぐらいなのかなちょっと分かんないですけどね、いつもにもしかしたらちょっとね、高いかもしれません。ただまだ風の方はですね今日は確か西風なのかな、まあ、海から来る風ではないので、まあ、西風になるので、まあ、あの4日目みたいなことにはねならないとは思うんですけども、まあ、今のところはね風がないので、ね、楽しくね歩けてるというような感じです。はい、釣りの方もねいらっしゃいますね。何が釣れるんですかね、自分は本当に全然ね釣りやらないので、何がね釣れるかねはちょっとわからないんですけども、前ね、楽しんでる方ねきっといらっしゃいます。はい、いやしかしね海岸線ね気持ちいいですね。はい、今もですね、海岸線を歩きながら朝の散歩をね楽しむんだけど、ね、奥の方に、サーファーの方もねいますね。ちょうどねなんかあのカメラで、自分のですね、サーフの、ことをね撮ってたと思うんですけども、それがあったんでねちょっとね海の方見ましたら、やはりですね、サーファーの方ねいらっしゃいましたね。ここら辺になるとね、こっちの方にもちょっと奥の方にね、サーフやってる方いますね。はい、まあ、結構波はね高いんでね、波乗りはね最高なんでしょうね。はい、結構いらっしゃいますね。いや本当にね、歩いててね気持ちいいですね。だいぶですねこの浜もね歩いてきて、まもなくですね、こちらの方のですね海岸もね終わりになりそうなんですけども、はい、もうずっとですねもう自分のね歩いてきたね跡がこんな感じでね残ってますよ本当に。はい、めちゃめちゃ気持ちいいですね。はい、いやー最高だわ本当に。まあここら辺本当ねどこ来ても最高なんでね、もうねここなんだろう、4日目5日目で今日ずっと多分ね絶景続きだと思いますよ。まあ、工業地帯越えてからも本当にねこういう風にね、絶景続きが続くので、もうねもう見飽きちゃうぐらいねずっとね続くんですよね。でこういう風にね、はい、自分の足跡もね撮りながらね、ずっとね Vlog をね撮ってるような感じですね。いや本当ね気持ちいいです。いやもうねだいぶね、雲も少なくなってきて、でめちゃめちゃね気持ちいい海岸線をね歩いてますね。はい、いや最高ですよ。いや本当にいいですね。なんか遠くの方にね、サーフやってる方もね気持ちよさそうにね、波に乗れてるんで、今日はねいいんじゃないですかね。はい、いや気持ちいいわ。まあここのとこねずっとね海岸線もね歩いていきたいっていうような、感じですね。はい、今ですね海岸線に沿ったですね、道路のところに、戻ってきました。ここら辺はですね、まあ、白子海岸から先のですね三島海岸というところですね、こちらね海側になりますけども、それにですね並走するような、形のですね、道になっているんですが、ここのところですね、ちょうどですねなんか道の駅ということで、ローズマリー公園というね、道の駅があります。ちょっとね、こちらの方ね寄ってみたいと思います。はい、ところですね、こちらがですね、まあ、ローズマリー公園というところになってます。ここも結構自分ではですね、立ち寄る場所ですね、綺麗なですね建物がね、建ってたりしますし、まあ、こちらの方はですね、こういうふうな、農産物のね直売所とかもね
あったりします。でですね、花丸市場といってね、花とかもね売られてたりします。こういう風なね公園になってまして、結構ですね綺麗なね庭園になっております。でなんかね、チャペル風ですね建物がね、建てたりして、結構いいところなんですけども、でですね、こちらの方にねちょっと、ね、立ち寄って、まあ、休憩したりします。はい、ここはですね、まあ、ローズマリー公園というところですね。で先ほど言ったですね、花丸市場とか農産物の、ね、植物栽培場とかねあったりします。で奥の方にですね、いろいろとですね建物が建っているというような感じですね。まだですね時刻がまあ8時2分ということなので、まだ開いてないですけども、まあ、開くとですねここでもですねある程度ね、時間をね潰せたりしますね。こういうふうなね、花壇とかね書いてあったり、中世も後半の過程では菜園や果実園の他に小さな形式にとらわれない花壇もありましたということですね。中世の建物を、こちらの方にですね建てているというような、ね感じになってます。はい、ここのところですね、まあ、いろいろとも工房とかもねあったりしますね。こういうふうな手作り工房ということで、ローズマリー帽子とかね、作れたりします。こちらの方はまあ、9時半から12時と、あとですね午後1時から午後4時半までというような形ですね、まあ、開いている手作り工房というような感じになってますね。でここにもザ・フォーマル・ガーデン・オブ・ニュー・プレイスというふうにですね、まあ、こういうふうにですね建物がね建ってたりします。まだですね、作業員の方がね掃除しているような感じになっております。でこちらの方にはですね、案内図というところがねありますね。まあ、いろいろとありますね、ステージとかフォーマルガーデンとかアーボーとかですね、薬草園とかバンケットハウスとか風車とか本当ね、いろいろあります。今言うとかですね、まあ、23って書かれてですねここになってるんですけども、まあ、こういうふうなものですねあったりします。はい、ということでね、こちらですね、まあ、ローズマリー公園ということになります。いや本当だったらね、あの開店してる時にね来ればね良かったんですけども、まだ早朝ということもありまして、まあ、開店前ということですね。また今度はね開店してる時にね行きたいかなと思っております。今日はねちょっと、徒歩の旅ということなので、先をね急ぎたいと思っております。はい、ということでですね、ローズマリー公園の方ね後にしたいと思います。本当ね、ここは綺麗な公園で、ちょっとしたね、休みスポットで、ちょっと今は花とかないんですけども、まあ、こういうふうにですね、写真にある通り、季節がね、来ればね、こういうふうにね、花もですね、咲き乱れてますので、ここはですね、かなりね、おすすめスポットということになっております。で、近くの方ね、今ちょっと見えないんですけども、こちらの方もね、海岸がすぐね、ありますので、ここはですね、まあ、ある意味ちょっとね、ゆったりすることもできますし、あとですね、お土産とかも買うことができます。あと手作り工房もあるので、まあ、そういうふうなですね、体験もすることができるので、かなりですねおすすめスポットということになっております。ここら辺もですね、ところどころサイクリング道路がですね整備されております。こちらの方もですね、和田白浜立山自転車道というふうにね、まあ、こういうふうにですねサイクリング道路がね、整備されております。こちらはですね、まあ、ところどころね、整備されているというような形ですね。こちらがですねサイクリングロードになっております。まあ、こちらの方ねちょっとね、サイクリング道路をですね歩いていきたいと思うんですけども、でまたですねちょっとね、海岸線沿いをね歩くというような形になります。いやだいぶですね、まあ、日も昇ってきて、明るくなってきましたね。本当にね、気持ちいいですね、朝ですね。今の時刻はですね8時18分ということですね。歩き始めてから 6.69 キロというところまで、ね来ました。はい、まあ、こちらの方からねずっとね歩いてきたんですけども、本当ねここね歩いててね最高な海岸でした。で今言うところはですね、まあ、サイクリングロードということですね。こちらの方はですね、まあ、ところどころこういうふうにね、整備されているサイクリングロードということになってます。こんな感じですね、続いております。はい、いやここもですね、自転車とか借りて、走ってみるのもね、気持ちいいかなと思いますし、あとですね、まあ、電車で、まあ、輪行ですねロードバイクとか持ってきてですね、まあ、走るというのもですねいいかもしれません。まあ、こういう風なね
海を、ね、見ながら、自転車をですね漕ぐというのもねとてもね、最高かなと思いますので、まあ、ここら辺はねところどころ本当に、サイクリングロードね整備されてるね、ここもねおすすめポイントです。外房も結構ところどころあるようなね感じを受けますね。まあ、ここもそうなんですけどもまだですね、さらにね、まあ、九十九里方面とかね行くと、まあ、サイクリングロードがね整備されている部分もありますので、やはりですね、まあ、外房はですね結構こういうふうに整備されているサイクリングロードがね多いので、まあ、おすすめポイントということになってます。内房だとそこまでね確かねなかった気がするんですけども、まあ、外房に来ると、まあ、こういうふうな、ね、道路がね整備されてますのでおすすめです。はい、まあ本当ね、いや本当に気持ちいいですね。もうボキャブラに ねなくて申し訳ないんですけど もうそれしかないんですよね。いや歩いててねもう気持ちいいのね一言ですよ。特にこういうふうに晴れててねちょっと上見せますけどね、はい、雲はねあるんですけども結構ね、晴れてます。気持ちよくね晴れてますので、晴れてる日にねこうやってね歩くのは本当ね最高です。はい、じゃあね、もうそろそろ、和田町に入るかな、そろそろ千倉町から和田町に、ね、入るかなと思いますけども、まあ、そこもですね、まあ、捕鯨のですね町なので、ちょっとね、楽しみにしていきたいと思ってます。はい、またですねちょっとね千葉県の地名の読み方をね間違えたみたいで、まあ、千倉町とかね和田町って言いましたけれども、ちょっとね調べてみると、まあ、千倉町で、あとですねここら辺はですね和田町ということですね。町ではなくてね、町らしいです。和田町というとこみたいですね。なのでよくね間違えますけども、まあ、そこら辺はですねなんかコメントで、ね、いただくなり、まあ、こういうふうにね訂正するのにねしていきたいと思っております。で今来ているところですね、まあ、和田町というところですね。前見せますけどもこのところですね、今まで、ね、サイクリングロードを、ね、歩いてますけども、めちゃめちゃね、綺麗なところです。はい、まあ、海岸の、ね、砂浜を、ね、歩いてもいいんですけどね、こういうふうにねある程度アスファルトで綺麗にですね、まあ、舗装されているところはね歩きやすいので、まあ、今ねこっちの方ね歩いてますけども、はい、ということでねめちゃめちゃね、綺麗なところになってます。はい、今ずっとですね、海岸線をですね歩いてきたんですけれども、こちらの方ですね、正面にですね面白いですね橋が見えてきました。こちらはですね、和田サーフ橋っていうね、名前の橋みたいです。結構変わった橋かなと思うんですけども、こちらの方にね、書いてありますね。和田サーフ橋と書いてあります。はい、いや結構面白いですね橋ですね。ここら辺はですね和田町の白須賀という部分になります。白須賀というのはですね、白いに渚と書いて、白渚じゃなくて白須賀と呼びます。ちなみにですね、天鴨川の方には、横に渚と書いてね横須賀というですね地名もあるんですけども、こちらが、ね、白須賀になります。はい、ということですね、こちらがね真上ということでね、サーフ橋ですね。こういう風なですね面白い橋になってます。ちょっとですね、こっちから見たいと思うんですけど、こんな橋になってますね。はい、いや面白い橋ですね。こういう風なねなんかおしゃれな、ね、橋とかもね、かかったりしてます。ここら辺もですね、結構、サーファーの方もね多いので、まあ、和田サーフ橋っていう風にね書いてあるんですかね。ここにもね書いてあるんですね。こちらの方はですね和田サーフ橋っていう風に書いてますね。ここのところにね和田サーフ橋1997年7月ということで、施工したのがですねオリエンタル建設株式会社という、ね、いうですね、まあ、知る人ぞ知るですね建設会社ですね、橋の建設をやっている、ね、会社だと思います。はい、ということで、ね、こういう風な、ね、おしゃれな、ね、橋がかかってます。ちょっとね、横からもね見てみましょうか。はい、こんな橋ですね。これねちょっとあの宇宙防線からも、見えたりしたんですけども、結構象徴的な橋ということですね。でここら辺がですね、白須賀海岸というね、場所になっております。いや結構象徴的な橋ということでね、ちょっと面白いね橋でした。はい、ということでこちらがですね、はい、白須賀海岸になります。今日はこの海岸ではね、
サーファーやってる方は、ね、いらっしゃらないですかね。ここもどうなんですかね。ここら辺ったらずっとね、サーフィンやれてる方ね多いかなと思うんですけども、はい、今はですね、一人だけ歩いてるというような感じですね。で、正面の方になんかねオブジェクトが見えてきました。まあ、和座町というですね捕鯨の町なんで、はい、クジラのオブジェクトがね、見えてきました。こんな感じでねクジラのオブジェクトがあります。はい、こんな感じですね。なんかね、後でなんか上の方はねちょっとね花壇っぽくなってますけども、まだね何もね咲いてないんですけど、こんな風なね、クジラのオブジェクトがあったりとか、はい、でですね、ここのところですね、和田白砂海岸ということでね、千葉県ということですね、こちらの海岸になります。はい、とてもね、綺麗な海岸になってます。で、先ほどのですね和田サーフ橋もありますね。こんな感じですね。はい、でですね、またですねちょっと北上しながらね歩いてるんですけども、この奥の方がですね、和田浦ということで、まあ、捕鯨のですね町になっております。はい、今の時刻はですねちょうど9時ということですね。今歩き始めてからですね10キロになりました。でですね、今いるところが先ほど言ったですね、白須賀海岸というところになります。でですね、もう少し先がですね和田浦漁港というところになっております。まあ、それにしてもねここら辺はね本当ね、綺麗なところですね。ずっとですね自分がですね今日の朝からね歩いてきたところもね、見えてたりします。はい、今ですね和田漁港に着きました。ここはですね、関東唯一の捕鯨基地になります。ここではですね、まあ、捕鯨基地があるということですね。でちなみに、まあ、このですねクジラ漁というものが、まあ、6月末からですね8月末にですね、あるんですけども、まあ、そこですね捕獲されたクジラの解体が港でね行われるというようなことになってまして、この時期はですね町全体が一番ですね活気に包まれるというようなね、ところになってます。今ですね、クジラ肉、そんなにね食べられなくなってしまったんですが、あの戦後のですね食糧難とかですね、貴重なタンパク源としてですね、クジラがですね食べられたということになっております。はい、こちらがですね、和田漁港ということですね、関東唯一のですね捕鯨基地というところに、ね、なっております。今はですね、時期ではないので、特にですね静かなところであるんですけども、先ほど言った通りですね、6月から8月末のところにですねクジラの解体があるので、その時はねとてもね、活気づくというようなところになっております。私もですね、和田町来た時に、まあ、土クジラのですねサラミとかね、買ったりするんですけども、あとですねクジラのタレですね、こちらはですね、まあ、特製のタレに漬け込む天日干しする、ね、クジラのタレというものがあるんですけども、こちら本当にですね、まあ、酒のつまみなので、ね、このやっぱりタレがね一番というぐらいですね、まあ、地元のですね漁師さんも言わしめるほどということでね、まあ、美味しいですね、クジラのタレというものもねあったりします。でですね、直接ね和田漁港をね、来たのは初めてなので、来てねよかったです。ではですね、和田浦の方に、ね、向かってね歩いていきたいと思います。はい、今ですね再び海岸線のところに出てきまして、和田浦海岸というところになってます。ここもですね綺麗な海岸なんですね。ちょっとね、来てみました。こんな感じですね、ヤシの木とかもね生えてまして、まあ、綺麗なね、海岸というようなところになってます。ここにねなんか南房総市のなんか海水浴場100選みたいなのね選ばれてますけども、めちゃめちゃね、綺麗なね海岸というような感じになってますね。でここはねなんかね駐車場でね結構ね整備されてるみたいですけども、あ、いいところですね。で先ほどのねこちらのね奥の方に行くと、先ほどの和田漁港がねあった場所になってまして、まあ、ここはね、まあ、捕鯨の町というところになっております。いや本当にね、気持ちいいんですけども、まあ、先ほどからですねちょっとね、風の方がね、強くなってきました。こんな感じですね、ヤシの木のね枝もね揺れてるような、ね、感じになってるので、結構ね、風が出てきています。ただまあねこの間の外4日目の海からのね、風ということではないので、潮がですねもろにね飛んでくるということはねないので、その分はね良かったですね。
どちらかというと、まあ、西風というような感じですね、吹いてます。はい、いやめっちゃねここね、綺麗な海岸ですね、まあ、和田浦海岸というところで、この海岸もね私ね初めて来ましたね。なかなかね全部ね素通りしちゃうというような、ね感じだったので、来れてよかったです。はい、もうねこれをねずっとね言ってますよね、まあ、来れてよかったですよね、連続ですね。なかなかね徒歩の旅じゃないとねこういうとこね歩かないので、いや来てよかったですね。はい、でだいぶね、波も高いですね、結構その波のね上の方がですね、しぶきが上げててね、白くね、しぶき上がってるというような感じですね。はい、で風もね強くなってきたということで、ちょっとねこれから今ですね、和田浦海岸の方にいるんですけども、ちょっと和田浦駅の目の前の方ねちょっとね、見てみたいと思います。ちょっとね面白いオブジェがねありますのでね、そちらの方ね行ってみたいと思います。